ちょっと話があるって言ってきてきたんで、おそらく僕ギャグやと思うんで、ちょっと全員フル装備で。はい。見てわかるやん。あなたの方だもよ。コント久しぶりに仕掛けられたな、エミリンさんに。不謹慎ですかね、コントとか言うんです。普通になんかその結婚するためのここは注意しとけよポイント教えてください。じゃあ。はい、ということで。ちょっと話があるって言ってきてきたんで、おそらく僕ギャグやと思うんで、一応全員フル装備で。はい。またなんかカメラ回してんじゃないですか、カメラ。向こうも回せる可能性ある。まあこっちも回しとこうかな。向こうのネタやったらこっち止めよう。もう来るから。で、もう多分もう来るから。行きます。はい。でーす。お久しぶりでーす。やめて、もう絶対なんかやると思って回しましたけど、なんかやってるやん。こっちのカメラでいいんですか。何今日回していいの。どういうつもりなん。今日何なんですか。何なんてタメ口やん。中見たら分かるやん。もうええて。もうええって。あ、どそれできたんですか今日。分かるやん。見たらあなたの棒玉よ。うちで動画もらってええのこれ。どう責任取るつもり。どう責任取るつもりですか。どかっ、いやだからもう、でもやってるやん。なんかもう触ってもらったら分かるんですけど。全然いいで、怖いんですもん。ちょっと触ってみてもらって。嘘でしょ、これは。でもほら。ほら。いやなんか、今何しましたよ、今。間来ましたよね、今。はざまに。もうほんまに。打ち合わせして。打ち合わせしてやん。どういうつもりなんですかって言ってますよね。どういうつもりなんですか。あなたの子ですよって。あなたの子ですよっていうか。いや、あなたの子ですよ。一回帰ったんちゃうの、さっきので。さっきので帰って怒ってんの、さっきのドッキリの。だからほんまに、だから、ご意識とか払ってもらわないと困ります。そんなに怒ってんの、さっきのドッキリ。でも、賠償金も払ってもらわないと、この子育てられないので。懐かしいやり取りっすよ。懐かしい、このエミリーさん初めてお会いした時の。そんなやり取りやりましたよ。やりましたよ。じゃあ一回、その妊婦の方でした。じゃあ座ってくださいよ。はい。もうええんで。ちょっと。やってもらうんですけど、はいはい、どう責任取るつもりなのかなっていうのがまずありますよね。ちなみに何ヶ月、ごめんなさい、笑ったってすみません。ちょ、真面目に、はい、何ヶ月なんですか今。10ヶ月です。もうです。言うてる間にです。もうそんな一人で歩いたら危ない時期でしょ今。そうですよ。だから今日今この瞬間かもしれん。言えないですよ。この瞬間かもしれん。今日何なんですか今日。可能性はあると思うんですけど、したっていう動画を見たからどういうつもりなんかなと思って。いやいや、さっきナンパした時普通そんなんじゃなかったやん。確かに。つい数時間前やん。どうすればいいんですか。10ヶ月が10ヶ月前。いやだからマリエで養育費をください。いやだからマリエで養育費をください。やり口がヒカルさんと一緒。養育費ください。じゃあ僕なんかあったわけですよね、僕とエミリンさんは。それ男女として。もちろん。ウセレなんですか。食い気味に来たんで。ウセレのもやばいくないですか。それもそれやばいです。はい、そうですよね。1年前のあの日。ありましたよね、うちら。六本木ヒルズで。ここでやっとんねん。あ、そうですか。いやいや、そうですけど、何なんですか、これは。お子様が出てるのは、これどういうことですか、これは。1人目ですよ。誰言ったやん。これもラファルさんなんですよ。そんな、猫みたいな持ち方すなって。このなんか、1人目の子が、はい、言ってなかったんですよ。まあ、なんか、あれかなって。言わずにここまで来た。はい。一人目。はい。俺の二人目なんですかじゃあ。そうですよ。いや、気づいてくれてるかなと思ったんで。あなたの子です。いや。持ち方。ああ、そうですか。あやしてあげてちゃんと。めっちゃ目緑やねんけど。あやしてあげて。いや、そうですか。怪しさに久しぶりに仕掛けられたな、ほんと。
コント久しぶりに仕掛けられたな、エミリンさんに。え、こういうコントとかじゃなくて、不謹慎ですかね、コントとか言うとした。コントとか見て、コントとか言うとした。用意しましたね。欲しいわ、それ、後で。うちの企画で使いたい。どうやって終わらすのこれ。どうやって終わらすのこれ。いやだからちょっともうほんまね、今日何してきたんですか、ぶっちゃけ。いいですか、もういいですか。ほんま何すか、何すか、はい、ちょっとじゃあ話したんですけど、バラしたでしょさっき。何をまだ戻ってきたんですか。いや、そのさっき渡してなかったなと思って。はい、何結婚おめでとうございます。出たー、出たー、結婚おめでとうございます。出たー、わざと取りに帰ったんですか。はい、忘れたと思って。出たー。でも普通に来てももう面白くないかなと思って急いで。なんか何ができるか、なんか茶化してるなと思ったね、電話の時に。はい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 、まあ、動画回すのか回していいんかなと思ったら回した。そうです、回してよかった。だからそれは信じましたよね。多分ラファエルさんの回すやろなっていう、その YouTuber としての感は信じましたよね。だって別にこれ今回らなくても別にもうそのなんかプライベートの遊びでいいかなと思ったんで。プライベートで今度だったら結構めんどくさいっすよね。まあお遊びで、ね、すいません、ありがとうございます、本当にご結婚すいません、ありがとうございます。はい、まあ、今一応元カノ役やらせてもらってるんで。ねえ、あれもういつですか、あれやらせていただいて。結構思えちゃうどのぐらい？え、いや本当にエミリンチャンネル規模感も全然その大きくなかった。いやもうでももう弾けてたもんな、あの時は。いやでも多分ハルさん最初じゃないですか。遅くない、早いから誰かが手つけてました。僕はたまたまご紹介いただいたから、うん、よかったですけど。ね、でも本当にありがたかったです。もう1年ぐらいですね。1年。いや1年でほんまに僕らこんな人って変わるんですね。重いですよ。取ってきたな一回。めちゃくちゃ重い、取ってきていいですか。取ってきたな。これ4キロあるんですよ。ガチ？めちゃくちゃ重いです。それもエミリンさん、ください。今度ね、企画使います。いいですよ。私このためにしか使わへんからいいんですよ。取ってきて、取ってきて。取ってきますね。めちゃくちゃ重いんですよ、マジで。はい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 。持たせてください、それ。めっちゃ重いですよ、これ。ほんまにわざわざすいません。いやいやいや、ちょっとなんか、せっかくなんで。めっちゃ重い。ほんまに4キロぐらいしい。めっちゃ重い、これ。ガチなやつでしょ。なんか本当に多分その、体験ができるみたいなやつのあるじゃないですかね。もっと軽かったです、前のやつ。あ、本当ですか？やば、お笑い好きやな、あんたほんまに。いやでも、好きでしょ、ほんまに、はい、そう、なんかおめでたい。いやいやいや、はい、ほんまにおめでたい、はい、それ子供2人ぐらいおる人の意見ですよ、それ。はい。角度的に、いやまさかね、アホやるが結婚するとはね。まあまあまあっていう感じの人いますよね、なんか上から言ってきます。いやほんまにみんなそうです、謎の上から言ってきますよね。でもみんなそうです。なんなんですかね。はい、もうコメントは、いや教えてほしいです、教えてほしいです。私も結婚したい側じゃないですか。あ、それもガチであるんですね。うん、そう、私結婚願もあるから、はい、普通になんかその結婚するためのここは注意しとけよポイントを教えてください。じゃあここは注意しとけよポイント、同棲をした方がいいと思います。あ、それはずっと言ってますもんね。はい、やっぱり釣った魚には餌あげへんタイプ、釣るまで餌あげるタイプっていろんなタイプが、ちょっと表現あれですけど、いろいろあると思うんです。で、付き合ってから変わる人がいるんですよ、やっぱり。いますよね。そこから見える人がいるんで、綺麗好きだった場合に、僕が例えば風呂上がりバスタブもバーって水準も髪の毛バー詰まってどうのこうのってなってるのが嫌ってなる人もいますよね。確かに私逆なんですよね、雑に行きたい人なんで。あ、それだったら結構オールマイ。あ、あ、そうか、向こうが嫌っていうことが、そう、向こうが嫌っていう側じゃなくてバーとかはありますよね、雑なんです。僕はそこがもう顕著に現れましたもん。なるほどね、綺麗にしたい人ですもんね。はい、そこでびっくりしましたもん、そのいろいろかぶるというか、ちょっと発言間違えましたけど、はいはいはい、そういうのあった人の時に比べちゃいました。あー、なるほどなるほど。そこでだからやっぱ今の奥様が違いすぎたんで、人がびっくりしましたね、マジで。はい、質問です。はい、その奥様に会った時に、はい、もう一瞬でもうこの人は本能的に結婚まで考えれる人やなって思ったのか、最初から。あ、それとも、はい、一緒にいるうちにじわじわとなのか、どっちが。僕は一瞬で、僕付き合った人絶対2週間以内に親に挨拶行くっていう、誰と付き合ってもそうなんで。へぇ、絶対に挨拶それは言ってるんで。誠実すぎて逆に怖いですよね。ガチで言ってます。え、誠実すぎて逆に怖いですよ。やめてほしいっすよ。いや、友やったら、うん、おじいちゃんおばあちゃん嬉しいし、お父さんになったら絶対嬉しい。まあまあ確かに、まあ誠実やなと思いますよ。すみません、ね、お付き合いさせていただいてまして、聞いてると思うんですけどっていう挨拶します。ガチっすよ。すごっ。え、でもそう、家族嬉しいと思うけど、私ちょっとなんかラブライさんと付き合ってそれ言われたらちょっとなんかなんでだ、向こうそんなつもりない。絶対嬉しいですよ。じゃあそんな言い方ですよ。例えばね、レディーファーストめっちゃスルー言われたら嫌でしょ。嫌ですけど、俺のレディーファーストの仕方もちゃんとやるしっていうのと一緒で、そんな変な風にしませんやん。どういう感じでいいんですか。じゃあ付き合ってるとして、はい、そろそろ家行きたいみたいなこと言うわけじゃないですか。実家に挨拶行きたいみたいなこと、どういう言い回しで言うんですか。いや、まあ、タメ口ですよね。はいはいはい。一応、お付き合いさせてもらってるし、お父さんとか、おその付き合ってるって言ってたの、付き合ってるってやつ、おうか。お父さんとかお母さんに、ご両親に、
ちょっと簡単に挨拶だけ多分しとった方がいいし、いやでも付き合ってるだけやん、そんな結婚するわけじゃないんだから。まあ、そうなんだけど、なんかその一応結婚考えられへんし、俺も付き合えへん、俺はそうやから、一応付き合ってるって報告だけはしてもらってると思うけど、多分俺からも挨拶ぐらい多分しとった方が、両親多分安心すると思うし、簡単に挨拶だけ行きたいけどな。いいわ。いいっすか。もっとちゃんといいよ、もっとちゃんといいよ、もちろん私、いいよ、よかったっすか、よかったっす、なんかそのディスる感じで行こうと思ったんですけど、でもなんか誠実な人やなって思っちゃった。挨拶はしますよ、確かに結婚考えられへんと付き合うのが時間の無駄なんで。すごい時間の無駄です。あ、でも確かそれをあればいい、その結婚考えられへんと付き合ってないからっていう言葉が多分一気に、はい、変えましたね。無駄です。誠実ってなりました。え、じゃあそれ逆だったらどうですか。僕が、え、違う違う、私が、あ、そうそうそう、言われる側。あ、いや、嬉しいですよ。え、本当ですか。僕は、まあそういう考え方があってあるんですけど、うわ、この人ちゃんとしてるなっていうのと、まあでもね、今はラファエルやからエミリンさんし、怖い、あ、こいつほんまに掴みに来とるなって逆になっちゃうけどね。確かに確かに確かに、そこは僕らも怖いでしょ、ずっと。そうですね、そうですね。家族全滅してるじゃないですか。家族全滅してるやん。やめたくよ。もう早くに量を進んでましたね。え、ほんとですか。僕も家族一人もいた。そうなんです。言い方めっちゃ悪いじゃないですか。家族全滅してるんですよ。悪いですね。もう全滅しますから、あれですけど。僕は嬉しいですよ。あとはやっぱりね、ほんまにくどいですけど、絶対同棲した方がいいですよ。でね、言い方なんですよ。全部ね、それもこれも含めて、好きになれるんがほんまに好きやでって言う人もおるけど、いや、それ会えへんかってストレスやったら嫌やし、それが自分のプラスになって成長してるっていいんですけど、おかしい行動はおかしいし、受け入れたくない。好みの問題じゃないでしょ。雑とか汚いって明らかにダメなものじゃないですか。嫌ですね。嫌な人は嫌ですよね、はい、それは。だから僕がそうやって思った暁にはやっぱりそこはもう曲げられへんというか、好みのところはいくらでも曲げます。でそれこそ例えば料理の味が、あ、そんなんいくらでも曲げます。一生中華って言われて一生中華な人なんやな、この人別にいいでって、それ悪いことじゃないんで。まあそっかそっかそっか、っていうことです。まあでもさ、家汚いのは悪いことですもんね。家が悪いことは悪いことですもんね。世間一般的におかしいし、そんな人で子供育てほしくないし。あれ説教みたいになってる。すみません、家片付けます。ほんまにありがとうございます、はい、動画で見てたら綺麗。いや、魔の寝室があるんですよ。ほんまにちょっと寝たでしょ。いや、結構汚いですよね。動画で見せないでしょ、でも。うん、まあでも なんかね、人によると思います。生活感あるなぁは思うと思います。僕のね、ちょっと持論で、はい、服に毛玉ついてなくて髪が綺麗な人は部屋も綺麗と思ってるんですよ、はい、おー、エミさん部屋綺麗かなと僕勝手に思ってました。だから綺麗じゃないっす。結構綺麗じゃないっす。結構綺麗、はい、なんでやろうな。まあでも、その元々もう本当にその行く前の家はゴミ屋敷だったんですよ。そんなに言うじゃない。山がありました、ゴミの。あ、そっちのタイプ。まあ、ほんか、うん、テレビ出れるレベルの。え、そっちのタイプっすか。はい、前の家は。で、それがもうほんま嫌すぎて、やっぱ精神もやむし、嫌な気持ちになって引っ越して綺麗にします。あ、そっちに。そうなんですよ。そっちか。やばいっすよ。私も多分付き合ったらもうほんまにレイラすると思います。で、私も私で、ね、いやもうこんぐらいでいいやみたいな、置いてるだけやんとか見出すんで。あー、バチバチですよ。そうなるか、なるか。いや、なりますよ。これはもう価値観の違いですもん、多分。なんかそう、汚いのは悪やけど、何を汚いとするかは結構価値観じゃないですか。まあ、もう正解はないんで。ただやっぱりリズムはしなくて、僕は普通に納得してもらえるようにうまいこと持っていきますよ。やっぱそこは営業マンとしてうまい交渉術でね。交渉術お得意の、はい、お得意の交渉で、そこはうまいこと持っていきますよ。じゃあこれからはもう、じゃあ奥さんを交渉して。すごいな。まあでもその奥様はその交渉しなくていい人ってことですもんね。そ、あ、そうです、ね、価値観が合うところですもんね、そういうところ、はい、ダイソンが勝手に掃除してるのに、もう一回自分でダイソンしてます。ダイソンのロボットが動くのに。すごいなぁ、できた方ですね。もうどうなんですかね、わかんないですけど、ありがたいですけど、ね、じゃあ、すいません、長々と。あ、とってもないです。申し訳ないです。ほんまにこんなもらっていいんですか。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、預かっておきましょう。やってるって一番早いんで。